チャイガツカ YouTuber シンです。今日は平塚海岸開発についてお話ししようかなと思います。友情が丘ゾーン整備管理運営事業っていうのが正式名称なんですけども、今回そちらの話をしていこうかなと思います。で、今日はゲストにお越しいただきました。平塚の市議会議員をしている江口智子と言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。シンさんの同僚です。よろしくお願いします。ということでやっていきます。今日はホワイトボードに何を話すかを書いたんですけど、平塚海岸の開発について2番がいくらかかるのか、3番が高いのか安いのか、で整備費と管理費、5番が作ることのメリットと6番がデメリットで、7番が現状で、8番がコメントくださいということでございますので、この順番で喋っていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平塚海岸の開発についてっていうのは書いてありますけども、どういった経緯で始まったものなんでしょうか。平塚海岸の開発の経緯ですね、はい、もう10年ぐらい前から落合克弘市長が進めたいということでやってきているものです、はい、これは何ですか。これはね、私が作りましたウミクルジャーナルという、平塚のこの開発、海岸の開発について特化した新聞です。それはちょっと今日は参考資料で持ってきてもらいました、はい、持ってきました。この新聞は平塚市内に今3万部ぐらいみんなで手配りしながら配布しています、はい、でこの新聞の中にこの10年間この開発ずっと経緯が書かれています。見たことありますか。ちらっと見たことないですか。はい、わかりました。この図は画面に載せときましょう。はい、載せときます。こんな感じで、こんな感じで長いこと10年ぐらいかけて途中中断したりしながらやってきています。はい、わかりました、はい、落合市長の肝煎り事業として実際に開発するのは積水ハウス株式会社などの事業体がやっていくという事業です。具体的に何ができるんですか。具体的には公園です。公園には何が入りますか。公園の中に作られるのは、はいはい、一番大きいのは駐車場です。駐車場が85台。85台。駐車場以外にコンビニエンスストアができます。コンビニ以外にも商業施設が2つできます。85台の駐車場が全体の半分ぐらいです。半分ぐらい、半分ぐらいが駐車場、半分近くが駐車場になります、はい、だいたい流浄が丘って場所が分かんない人がいると思うんでちょっと説明していいですか。はい、どうぞどうぞ。平塚駅に地下道があります。中央地下道という地下道が一番平塚駅に近い地下道です。はい、観光協会の横ですね。そうです、そうです、はい、市民プラザとかプラザロード、プラザロード、はい、で平塚の北口に住んで、北側に住んでいる人からすると中央地下道をくぐって海の方に向かう場所、うん、向かう道がありますが、その中央地下道をくぐってまっすぐ海に向かって134号線にぶつかったあたりの国道134号線の海側に作るのがこの開発です、うん、でそこを流浄が丘ゾーンというふうに呼んでます、うん、134号線よりも海側の浜辺と道路の間にある流浄が丘元市営プールがあるんですけど、そのプールとプールの茅ヶ崎側に広がっている海岸の樹林帯を合わせて開発を今進めようとしています、うん、でそこに作るのが公園と言っていますが、公園って普通に考えると遊具があったりとか、うん、子供がなんか遊んだりとかブランコがあったりとかってそういうイメージだと思うんだけど、そうじゃないです、うん、もう半分近くが駐車場です、うん、施設を3つ作ります。建物でそのうちの1つが駐車場に一番近いところに作る施設がエントランス棟っていうものです。はい、エントランス棟。エントランス棟っていうのを作ります。これがエントランス棟、はい、そのエントランス棟の屋上部分が津波が来た時に逃げられる津波避難施設になっています。はい、津波避難施設が上にできると。はい、そうです、屋上部分、はい、でこのエントランス棟の隣ぐらいにマルシェ棟っていうのができます。マルシェ棟、多分なんか道の駅とかのにある物産館みたいな、平塚の小松菜とかお野菜とか売ったりとか、はいはい、それ以外に売店みたいなのができるんだと思います、うん、それがマルシェ島です。そのマルシェ島よりももうちょっと小田原から西側にできるのがバーベキューレストランです。
建物は駐車場は建物と言わないか、駐車場と建物は3つ作ります。その建物以外の部分、バーベキューレストランの奥ぐらいに、はい、スポーツ広場ですとか芝生広場ですとか広場ができます。なるほどね。スポーツフィールドとか芝生広場とかができます。ちなみにこちら側が海です。うん、だから国道134号線と海の間の道路と、そう、細長い道、はい、細長い土地にこれを作ります。普通にイメージする公園とはだいぶ違う駐車場メインの施設ができます。あ、そんなとこですかね。はい、そんなとこです。はい、全体の面積は 24,000 平方メートルです。このエントランス棟の中に作るのは、はい、トイレと売店です。売店は売店って言ってますが、実際は24時間のコンビニができます。コンビニができると、はい、コンビニができます。はい、だからこのエントランス棟っていうのは、屋上部分は津波が来た時逃げられる施設、まあ、逃げるっていうかの上に上がれる施設で、その下の部分、うん、1階部分が半分がトイレで、トイレとか2階に上がるための階段施設で、残りの半分60坪ぐらいがコンビニです。コンビニになります。でコンビニの前にコンビニ専用になる駐車場もできます。はい、ここら辺に駐車場ができると。そうですね、はい、というのが平塚海岸の開発についてをざっくりちょっと説明してみました。2番、いくらかかるのかということですけども、大体これ作るのにいくらぐらいかかりますか。整備費としてはですね、はい、15億7000万です。整備費としては15億7000万、15億7000万の税金を使います。はい、作るのに15億7000万円です。はい、この作った後もお金がかかります。税金がかかります。はい、まあ、それは公園だから木を切ったり、例えば建物が古くなっちゃったら修繕したりっていうことですよね。違います、そのやって大事だと思うんです。違うからないから修繕とか別なんですよ。あ、そうですか。はい、修繕とかは別に使う方がいいかな。別にいくらかかるか分かんないんですよ。なるほど。でそれは出してなくて、はい、そうじゃなくて、これ全体的に積水ハウスさんに運営をしてもらうことになってるんですよ。でその運営費として税金で3000万円年間に渡すことになってます。はい、年間3000万ですね。年間3000万円です。はい、これは何してくれるんですか。3000万円何してくれるんでしょうね。砂かきとか、砂が溜まってくれると溜まったりとかするのと、はい、あと日々お掃除をしたりとか、お掃除以外に多分草が出てきたら草を取るとか、はいはい、そういう日常的な管理を積水ハウスさんにお願いするので、それで年間3000万円です。年間3000万って日に直したらいくらぐらいですかね。1日あたり8万2000円ぐらい。8万2000円だ。なるほど。8万円ぐらい毎日掃除してくれるということですはい、わかりました。掃除以外はないですか。砂かきと掃除と管理、警備員さんが車の誘導とか出してくれるんですか。それは別だと思います。別ですか、わかりました。何人ぐらい配置されるんですかね、運営について。知らないです、全然。それ公開されてないんですか。はい、じゃあわかりました。そんな感じですかね、2番は。で、この年間3000万円を永遠に払おうとしてるわけでもないんです。これは何年契約なんですか。20年契約。はい、20年契約っていうのは結構普通なんですか。普通じゃないです。普通は長い。例えば近い自治体でどっか、ここはこれぐらいが普通かなっていう、結んでるところあります。普通の公共施設で民間事業者が運営するときって5年ぐらい、5年間ずつぐらい更新していくんですけど、はい、これは20年間で4倍ぐらい。なんで4倍なんですか。長い方が事業者の人が経営的に安定するからということで始めている制度です。パーク PFI という制度を使ってます。はい、PFI 20年、20年、マックス20年で、マックスで積んでるって。はい、わかりました。で整備をするのも積水ハウスさんで、運営をするのも積水ハウスさんで、はい、そもそも何を作るかを考えたのも積水ハウスさんです。なるほど。でそこに平塚市の税金を使ってやっていくというものです。ちょっとできた開発の時に僕平塚市在住じゃなかったんでわかんないんですけども、市民からのアイデア募集みたいなのなかったんですか。例えば、はい、平塚市内にある桜ヶ丘公園を作るときに、はい、地域の人たちにたくさん集まってもらって、何回も何回もワークショップやったりとかして、どんな公園にするのかみんなで話し合いしてきてるんです。なるほど。
それは前の市長さんの大倉さんの時に作った公園ですけど、はい、今回はそういう風にはしてないですよ、ね、どっちかというと積水さんが考えたっていう感じですかね。積水さんが考えたことをこれでやってきますよっていう風になってます。なるほど。は15億7000万円を税金で使うって話をしました。あ、平塚市の税金、平塚市の税金はそのうちの半分ぐらいです。半分ぐらい、これの半分ぐらいは国の税金を使います。国から来る税金を使います。で、値上げをした段階で、はい、国の負担分減ってんですよね。なるほど。積水ハウスさん事業者さんも整備費の1割は負担するってことになってます。で、15億7000万以外に1億3000万ぐらいを、1億4000万か、1億4000万円を積水ハウスさんも負担します。 1.4億なんですか。はい、はい、で今回ですね、この話してるんですけど、実は皆さんのお金で作る話なんで今回説明してるという、あんまりその公共事業の詳しい紹介みたいなのやってこなかったんですけど、みんな見てるお金も平塚 YouTuber 市の視聴者はほとんどが平塚市民なんで、みんなのお金を使うんだよってことでちょっと説明で動画撮っております。付け足しですけども、はい、はい、でちょっとそれに対する付け足しです、はい、税金で作るもんだから議会にかけられます。 こんだけお金使いますけどいいですかっていうようなことで市長さんから議会に提案されました。で、それもあるので我々は説明してる、自分事として説明してるっていうところがあります。はい、で僕はちょっと高いなと思ったんで今回は反対したんですね。今回っていうのは今回6月議会で、6月議会 で、はい、でこのお金の話があったんで、はい、反対したという感じで、はい、合計で何人中何人が反対したんでしたっけ。平塚市議会の26人全員、全員議員は26人です。その反対する賛成するっていうその表明をすることができるのは議長さん以外の25人の中で賛否を問いました。6月の議会でこの件についてです。反対をしたのは新さんと私を含む7人です。なので賛成が多数で可決されたと、はいはい、いうこととなっておりますので、これは進めてもう工事もやっていくのが決定したということ、はい、そうです。で決定したんでこのようにお金を使いますということで動画を撮らせていただきました。はい、はい、で新さん的には高いからちょっと高いというより他に僕は子供にお金使ってほしいということでやっている活動している部分があるので、そういったところにお金を使ってほしいなという意味で反対したということですね。シンプルなんですよね理由がね、はい、本来は子供が育つのに税金をよりたくさん使うべきなのに、うん、そうじゃない、でも公園を作るのにそうじゃないのっていうふうに思う人もいると思うんですけど、そうじゃないんですよ ね、 そうですね、ということをちょっと説明する必要があるかと思うんです。その割には高いと思ったと、ね、高いというよりも他に使った方がいいんじゃないかという感じですね。わ、はい、かりました。はい、公園は普通は子供が遊ぶ、のんびり過ごす、みんなで過ごすっていうところだけど、うん、実は半分ぐらいが駐車場だし、そうですね、有料住として考えた時に子供が遊ぶ場所っていうのは多分それぐらいですよ、ね、そのぐらいですよね。だから10分のまあ2ですね。2から3です。2から3ぐらいですね、はい、大半が商業的な施設なんです。でもマルシェと、まあ、でもマルシェとお金ないから買えないから、バーベキューレストラン、バーベキューレストラン一応子供食べられる、まあ、コンビニはもうどこにでもあるんでそう、ね、まあいいかなっていう感じですね。津波公園とは違うんだよ、はい、でコンビニじゃなくて津波避難施設なんですよねこれはね、屋上。僕も今一応議員なんで、今日は専門家と詳しい人に聞いてるんで、これ知らない風に質問してる部分もあるんですけど、いろいろしてる中で質問してるんですけど、なんかだんだん詳しくなっちゃうから、まあその話だよね、わ、はい、かりました津波避難施設なんですけど、3メーター下に津波が来るらしいんですよって話はしておきたくて、市としては津波避難施設として作るらしいんですけど、津波が3メーター下に来るんですよね。この津波避難施設の上に逃げた時に3メーター下に津波が来ると、怖くないですかって普通思うんですけど、皆さんどう思いますかねこれね。3メーター下に津波が来てるのにそこの上にいたら OK みたいな、なんか違うんじゃないかなって思うんですけど、とてもその平常心でいられないと思う。3メーター下に津波が来てる状態で、だから僕はそのちょっといくら津波避難施設とはいえ、まあ条件は満たしてるんですよ、国の条件は、ね、要件は3メーターあれば大丈夫という。実際津波が来て、実際津波来たら逃げることが前提なんですけど、逃げ遅れてしまった時に上に登って
回避するということなんですけど、ちょっと3メートル下に行くと怖いっす。怖いっす。普通に怖いっすよね。逃げたいっすよね。そうですね。上にヘリポートとかあるんですかね。ないですよ。じゃあ逃げ遅れてしまったらヘリの綱みたいなので待つのかな。待つんじゃないですか、ね、待つで、ここら辺も全部なっちゃいますもんね。そうそう、海に。シンさんそれ聞いてくれてましたもんね。そうですね、役所の方に、ね、はい、聞いたんですけど、3メーター下だから大丈夫っていうことでした。だからなんか津波来たら皆さんもそこに逃げるしかないんだと思います。でもそんなに広くないんですよ、だって建築面でも基本的にはまあ逃げれるから大丈夫っていう話でした。到達する前に逃げれば大丈夫。そうね、でもあの話ってでもそのこの平塚海岸の開発で多くの人、住民の人たちが、近隣の人たちが県知事に署名を、反対署名を出したり、市長には1万筆ぐらいの署名を集めて計画見直ししてくださいっていう話をしていたんですよね。でそれは何でかというと、津波とか高潮の減災効果がある海岸に神奈川県が植えている樹林帯を削って駐車場とか作るもんだから、なのでわざわざ樹林、海岸に木を植えている、でそれを市は景観として作ったもんだから、 あんまり関係ないけど、関係ない、関係あるんですか。専門家も実際は高潮や津波の減災効果があるって言って、この場所を見てくれて、専門家がそう言ってテレビで放映されたりとかしたこともありました、それを切るのに新しく作るコンビニの屋上部分の津波避難タワーがあるから、逃げ遅れてもそこに乗れば大丈夫、津波は来ても3メートルぐらい高いから大丈夫だ。だから実際完成した後は皆さんコンビニのように見えるかもしれない、コンビニとトイレのように見えるかもしれないんですけど、津波避難施設なので上に登る、はい、ことを忘れないでください。忘れない、本来の使い方としてはそういうことになりますので。そうですね、じゃあちょっと話がいろいろそれましたけども、はい、どこまで高いのか安いのか、高いのか安いのか、で3番、はい、高いのか安いのか、整備費、作るお金として高いのか安いんですか、はい、そうです、高い、すごい高いと思います。はい、なぜですか。ちょうど同じぐらいの面積の他の公園、はい、白塚市内の他の公園と比べられるんです。比べてみました、はい、でどこと比べたかというと、平塚の桜ヶ丘公園という公園があります、はい、それは桜ヶ丘公園は、これは今作ろうとしているのは総合公園ですけど、桜ヶ丘公園は総合公園じゃないじゃないですか。比較するのはどうなんですか、うん、桜ヶ丘公園 2.2 ヘクタールぐらいです、はい、こっちは 2.4、 こっちは 2.4 ヘクタールぐらいです。はい、平塚市は今回 その平塚海岸に作る公園について総合公園だって言ってるんですね、はい、海の総合公園だと言っています。で議員にもそう言ってます。そうですね、住民の人にもそう言ってます。で桜ヶ丘公園は近隣公園だっていう位置づけになってます、うん、法律的には都市公園法っていう法律では、この 2.2 ヘクタール 2.4 ヘクタールぐらいの規模の公園は法律上は近隣公園という位置づけです。なのですが平塚市は、はい、そのこともよくよく承知なさっていて、事業者を選定する時の専門家に集まっていただいた委員会の席でも、平塚市側は法律上は近隣公園ですけれども、平塚市の政策的な位置づけは総合公園なんですというふうにおっしゃってます、うん、なので高いか安いかの比較は都市公園法という法律で同じレベルに位置づけられている近隣公園、どちらも近隣公園なので法的には、うん、その近隣公園である桜ヶ丘公園、平塚市内の桜ヶ丘公園と、これから新しく作る海岸に作る流城ヶ丘ゾーンの公園と比較をしてみたいと思います。はい、わかりました。で、どのぐらい高いかというと、平米単価で考えてみました、うん、6倍ぐらい高いです、海岸の。桜ヶ丘いくらかかるんですか。桜ヶ丘公園の方は平米単価、ちょっと今計算をしたので見てみますと、ちょっと メモを見ますと、はい、平米単価が桜ヶ丘公園は1平米で 1万3636円です。1万3000円、1万3000円、はい、1万4000円です。はい、1万4000円で、今回新しく平塚海岸のその流城ヶ丘ゾーンに作る公園の平米単価は6万5000円です、はい、6万、6万5000円です。6万5000円、ざっくり6倍ぐらいです。で高いです。なんで高いんですか。そのね、なんでこんな高くなるのかっていう説明を求めて、はいはい、まあでも物価高騰があるんですよ、必ず。
ちょっと物価高騰すぎじゃないの？2倍ぐらい多分物価高騰して、残りの4倍ぐらいは何だと。何だと。何なんですか？桜川公園はまあちょっと古いもんね。平成20年代に作っているから、はい、15年前ぐらい、ね、15年ぐらい前か、はい、もっと前、17年ぐらい前か、17年前か、はい、でもさ4倍は高いです。あ、違う、6倍は高いですよ、いくらな、物価高騰したとしても、うん、それはでも、これを作るからなんじゃないですか、3つの建物を。3つの建物を作るにしたって高いと思うんですよ。このエントランス棟、津波避難施設を作るエントランス棟の部分は3億円です。3億円。で、マルシェ棟とバーベキュー棟は、マルシェ棟とバーベキュー棟は積水ハウスさんが作るので、はいはい、この15億7000万円、税金分には含んでません。じゃあこれじゃないですか。そうです、そっちの方。いやいや、そっちじゃなくて、これとは別枠です。別枠です。なるほど。だから税金で高い安いを比較するときに、このバーベキュー棟とマルシェ棟は比較対象にならない。で、駐車場を作るっていうのは桜ヶ丘公園と大きな違いです。桜ヶ丘公園には駐車場がないです。でもさ、駐車場ですから15億7000万のうち、はい、国が半分持ってくれるんですよね。はい、そうです、はい、半分持ってくれるっていう予定になってるんです。本当に持ってくれるかどうかはまだ分かんない、はい、分かんないと。24時間できる津波避難施設が3億円できると。残りの駐車場を含む全体で 12.7億。7億円。高いですか？高いですよ。高いですね。めっちゃ高いと思いますよ、ね、あとは芝生と、芝生とスポーツフィールドと、まあ、駐車場と、あとイベントプレイスとか言って、まあ、それも広場みたいな。なるほど。だからほとんど遊具とかないんですよ。はい、遊具とかないんです。で、存在しないですか、そもそも。存在しないんですよ。存在しなさそうですね。子供が遊ぶという感じの、はい、ここに書いてあるんですけど、見えますかね。見えるはずです。はい、お、すごい、そういうもんなんだ。はい、出しておきます、はい、遊具ないの、公園なんですか、そもそも。公園じゃないですか。公園じゃないですか。ブランコとかないんですか。ブランコとか、狼のあの新しい公園はできましたけどね。ブランコありますよね。ありますね。子供が遊ぶ公園じゃないんです。大人の公園なんですか。大人の公園なんですよ。なるほどね。じゃあ、お金を持っている大人のための公園なんです。なるほど、なるほど。バーベキュー施設ありますけど、お酒とか出るんですか、これ。もちろん出るんでしょ。お酒飲んだ人が海に近く行ったら危ないんじゃないですか。危ないですよ。ありえないですよ。で、ここちなみに泳げないんです。はい、泳げないけど、なんか泳ごうとしたら怒られるんですか、誰かに。注意する人はいるんですか。いないですよ。で、泳げるんじゃないですか。泳げちゃう人いいんじゃないですか。いると思います。死んじゃいますよ。お酒飲んでたのね。私ね、もともと水泳選手だったんですよ。もうスモークリやってるんですよ、はい、趣味でね、はい、そのぐらい泳ぎに自信があっても、はい、ここでは泳げないですということを、はい、なんでかというと、まず潮の流れがとても強いんです。突然深くなってるんです。足が急にこうやってドンブカになってる、はい、ドンブカになってて、深いその底の海の底の方を潮が渦を巻いていて、うん、足が立たないし、とても流れが強いので、はい、泳げないです、うん、なんだけど、お酒出したりしたらバーベキューレストランで海に泳がないでくださいってパネルは立てるんじゃないですか。そうだね。まあそうですね、さすがに死んじゃうから、そんなとこで、うん、とは思うけど。でも実際にもう10年近く前に、相模川の河川敷の大神っていう平塚の北部の方で、はいはい、バーベキュー場を作るっていう計画があったんですよ、はい、平塚市が、落合さんの地元のすぐそばですけど、はい、でそこも河川敷の松のある部分を削ってバーベキュー場を作るって計画だったんだけど、その時地元の人が言ってたのは、河川敷にあるせっかくある松を削るなっていうことと、うん、こんなに川の流れが強くなるときにバーベキュー場なんか作ったら、ビール飲んで川に入る人がいて、絶対に溺れてしまう人が出るからダメだよって言ってました、うん、じゃあノンアルコールビールだといいですね。限定かな。でもコンビニでお酒売らないわけにいかないですからね。売りますでしょ。そうですね。お酒売ってないコンビニっていうのはあんまり考えられないですよね、うん、コンビニで酒飲んで海入る人がいるか、います？バーベキューより多分そっちの方が手軽かもしれないですね。そうですね、バーベキューって、はい、マルシェで地ビールとか売り始めたらやばいですよね。もともともないって。このバーベキューレスト、バーベキューってキャンプでやるようなバーベキュー場じゃなくて、食材とか全部提供、ね、してくださるレストランですよ。レストランなんですよ、はい、焼肉レストランみたいなのが大きいんですよ、はいはいはい、だから酒飲みますよね、きっと。あ、そうですね、まあ、だけどちょっと話それすぎましたね。それすぎた、はい、整備費でということです、はい、高いです。3億円とそれ以外で 12.7 億ということで、まあ、高いということでした。はい、はい、運営費、はい、はい、で運営費も高いんです。年間3000万
年間3000万円です。20億。20年間で6億円。6億円。砂かきとか必要だしって言って高くなってます。でこれも積水ハウスに払うことにしてます。でも1日8万円も掃除してくれますからね。そうですね。1日8万円も掃除してくれますんで。はい、でまたその同じ近隣、同じ面積 の佐久市内の平塚市内の桜ヶ丘公園と運営費も比較してみました、はい、こちらは桜ヶ丘公園の方は年間運営費として100万円ぐらいなんですよ。年間100万円100万円ぐらい2900万ぐらい違うと。そうですね、同じほぼ同じ大きさなのに。はい、ほぼ同じ大きさなの。でも桜ヶ丘公園結構綺麗ですよね。綺麗ですよ。じゃあもっと綺麗になるってことですか。もっと綺麗になるかな。綺麗に上限がありますからね、やっぱね。桜ヶ丘公園はね、近隣の人たちが丁寧に管理も関わってくださってて、こっちは大きな会社さんが関わるからってことなのかな。それにしたって高いですよね。運営費もめっちゃ高いというふうに思ってます。もしですね、ヒビとかは剥がれちゃったら道路とかに、これがで別なんですよね。その別です。修理代は別です。別です。芝生がなんか多くなっちゃったりしたら、芝生の植え替えとかも別ってことですよね。しょぼくなっちゃった。で、しょぼくなった具合が50万円を超えたら税金で払うっていう。税金は我らの税金で払うっていうことにしています。ね、じゃあ、積水さんは払ってくれない。そうです。それ全部ですよね。全部ですよ。修繕費は大口の修繕は税金で払うってことにしています。うん、わかりました。じゃあ年間3000万円他にお金がかかっていくっていうことですね。はい、わかりました。で、収益の話なんですけど、いくら儲かるんですか、これ作ると。入りとで。はい、入りとで。そう、シンさんすごい入りとでをちゃんと考えるっていうふうになさってて、偉いなって。公園なんですけど、収益施設がありますんで、儲かるはずですよね、これは。はい、儲かるはずです。はい、いくら儲かるんですか。平塚市に入る分は、だいたい年間400万円。だいたい400万円ぐらい。はい。年間。で、年間3000万円払いますから、入りとでだとどうなりますか。2600万ぐらい赤字になります。これって、大赤字ですよね。公園、でも、公園に赤字になるのは当たり前なんですよ。まあそうです。なんだけど、実際大半が駐車場だし、駐車場これあれですよね、無料じゃないですよね。有料駐車場ですよね。有料駐車場なんですよ。だから来ようかな、遊び来ようかなと思ったらお金払ってくださいね。お金払ってください駐車場はお金かかりますから。こっちは無料の。コンビニの方の駐車場も有料ですよ。あ、有料なんです。水買おうと思ったら400円ぐらいになっちゃう。だからあのなんかコンビニの前によくある駐車場が20分とか超えるとバーが上がってきて、そんな感じになる。そんな感じになるのと、まあ、予想ですけどね、はい、コンビニ前の駐車場は12台とか16台とかなんですけど、それ以外はいわゆる、でそっちもあれ20分経ったら上がる感じの。そこの違います。あの券を引いて出てくと規制さんしてきます。じゃあこっちは完全に有料。有料。コンビニの近くのやつは20分無料と予想。予想。でバーベキューとか利用しようと思ったら、もう絶対お金払わなくちゃいけない。お金払わなくちゃいけないです。うん、せっかく公園に来たのに20分で帰るっても寂しいですから、大体お金かかる。お金かかるっていうことです。総合公園は1時間ぐらい無料ですよ。確か2時間ぐらい。そうですね。そうですね。なるほど。マイナス赤字になります。そうですね、はい。駐車場の収益は積水ハウスに入ってきますので。平塚市の売り上げにはならないです。なるほど。なんかキッチンカーとか入れて市民の方がここら辺で催しはできないですか。やるんじゃないか。やるんですか。そういうのはやってくださると思います。そのためのイベントスペース、イベントスペースとかなんだと思いますよ。でもそれは結構ビビたるものですよね。結構すごい安い金額で貸すから、このちょっと人が結構集まればキッチンカーとか出す人にとってはいいかもしれない、ね、いいかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。なんか駐車場とか全部開放してフェスとかやれたらいいですけどね。有料駐車場を全部開放するってことは多分ないと思う。まあそうですね。だってここが来ないと収益源です。収入源か。そうですね。商業施設3つありますけど、どれが一番稼ぎ頭になりますか。コンビニエンスストアが稼ぎ頭になるんだと思います。誰にとっての稼ぎ頭ですか。積水ハウスさんにとって。積水ハウスにとっての、はい、どういうことですか。どういうことかというと、平塚市はコンビニが入るスペースを、まあ、津波避難施設ですからね。あ、そうか、はい、津波避難施設を作ると。そうそう、はい、津波避難施設を作るんです、はい、でこれ3億円ぐらいかけます、はい、で津波避難施設の1階部分のうち半分ぐらいのスペースだから、はい、このぐらい、はい、60坪ぐらいを、はい、そのスペースを積水ハウスに貸すんです。で貸すための賃料を月に20万円にしますっていうのをこの間議会で決めました。20万円でここのスペースを貸すと。私と新さんは反対をしたんだけど、20万円で貸すことを決めてます、う
コンビニが入るスペースを貸すと、はい、20万。でも積水ハウスさんはコンビニエンス事業者じゃありませんので、積水、うん、ハウスですからね。はい、積水ハウス、セブンイレブン株式会社じゃないですか。セブンイレブン株式会社じゃないから、積水ハウスさんがコンビニ事業者に貸すんですよ、このスペースまた貸しするんです。いくらで貸すんですか。いくらに貸すんですかって聞きました。ただ答えはありませんでした、平塚市。うん、どうやったら分かるんですか。調べたいんですか。結果的に分かるもんなんですか、それは。分かんないと思う。分かんないですか。でもそれ調べたい。今のところの材料では分からないんです。なんで分からないかというと、平塚市が何て言ってるかというと、月20万円で積水にハウスに貸すことは分かってるけど、それは自分たちがやってるから、うん、でも積水ハウスがさらにその別のコンビニエンスストア事業者にまた貸しするときにいくらで貸すのかということは見えない部分なので、それについては平塚市が知る必要がありませんっていうふうに言っているわけです、うん。でこんな駐車場80台もついて、無料駐車場もついて、この134号線号沿いで20万ってめっちゃ安いですよ。そうですね。借りた、僕も借りたいですね。私も借りたいですで、みんな借りたいと思いますよ、これ。そうですね。でみんな借りたいと思うんだけど、公募はしないんですよ。なるほど。積水ハウスさんが全体の運営をしてくれるもんだから、うん、積水ハウスさんだけに貸すって。例えばこの20万ですけど、コンビニ事業者に50万ぐらいで、もっと高いんだと思ってるね、うん、国道沿いだから貸したとしたら30万ぐらい儲かると。そうです、抜けるってやつ。じゃあこれ年間3000万プラス、それが12ヶ月だと360万、360万ぐらいプラスで入ると。で仮にこれが30万じゃなくて、あ、今50万で計算してますからね。はい、これがコンビニエンスストアに100万円で貸すとするじゃないですか。80万円抜けますよ。でそれ960万、はい、で100万円で貸すとするじゃないですか。そしたらもう1200万ですよね。それでいくらで貸すんですかっていうことが分かれば、はい、この賃料に月20万円が安いか高いかが分かる、ね、まあそうですね。だからいくらで貸すんですかと、いくらでまた貸しするんですかっていうことを知る必要があると思ったんですよ、私、うん、これ全く分かんないけど、そうするともしかしたら20万で借りて20万で貸すかもしれない。そうですね。コンビニ利用者としてはいいですよね。そうです、まあそうですね、まあ分かんないですからね。20万で貸すかもしれない、それは。でもさ、分かんないこと多すぎですよね、税金でやるのに。税金で作るんですよ。ね、そうなんです。ということです。ということです。どこまで行きましたね。4番まで行きましたから、ね、はい、これで。で作ることのメリットは何ですか。メリットはメリットについて、この開発に税金使うことについて賛成をした議員の方たちがいまして、だから賛成した方のメリットとして何を挙げているかというと、人口が増えていくと、こういうものがあるとその流れを作れると言ってました。それから障害のある方とかも海に親しめる、バリアフリー海に親しめる公園になりますよというようなことをおっしゃってましたね。市民の満足度の向上を寄与して、平塚市全体の最適に叶うものということですね。満足度が上がるということですね。はい、そうですね、うん、特に障害のある方や高齢者の方とか家族連れがこの場所があることによって、より海の魅力を楽しめるようになります。でしかもこれはバリアフリーにしていくんだと。でこれが多くの人にとっては待ち望んでいるところですと。素晴らしい海の総合公園の整備が進むのでだと思うから、ちゃんと要望していきたいですというふうにおっしゃってます、うん、それがまあメリット、まあ、海の魅力が上がって人も増えていくだろうということをメリットとして掲げて議会の中で賛成をなさってました、うん、そうですね。新さん的にはこれ作ることのメリットはどこにあると思いますか。メリットですか、まあ、海に近い駐車場ができる、ね、メリットですよね。そうですね、はい、今まで海行くのには近くに駐車場止めて、はい、歩道橋渡らなきゃいけなかったですよ ね、 そ, すね、はい、それが結構スタンダードな行き方じゃないかなっていう感じですけど、はい、まあ、海に直接行けるというコンビニもあるということですかね。メリットだと、私自身も駐車場ができるのはメリットだというふうに思う人が多いだろうなと思います、うん、メリットはそのぐらいでよろしいですか。もうちょっと他にあるかな。あとはその公園、遊具がないけど公園に、まあ、子供と一緒に遊びに行けるってことですかね。レストランとかもできるから。そうですね、海が見えるレストランですって。そうですね、ではいいんじゃないですかね。なんか景色がいいかもしれないですよね。そうですね。あとは初日の出は混むんじゃないですか。混みますね。トイレもできますね。あ、そうですね、はい、あとは平塚市民じゃないけど遠くから来た人にとっては
134号線沿いにこういうのがあるっていうのは結構利便性はいいんじゃないですかね。箱根とか行く前に道の駅的な使い方をするんじゃないですかね。あとね、メリットは流浄が丘の市営がずっと放置されてたの、そうで閉じてるのに、プールは閉めたのにずっとその後放置してたから、うん、そこが綺麗になるのは大きなメリットだと思います。そうですね、はい、あれは134号線を通ってる市外の人も、うん、なんだろうって、はい、急に見える穴ぼこみたいな、穴ぼこもなんかだんだん朽ちてきて古くなってるから、まあ、ちょっと異様だなと思うじゃないかな、うん、でそれが綺麗になるのは私は大きなメリットだと思います。デメリット、デメリット、私はデメリットをたくさん議会で言ってきたりしているので、はい、審査的には作ることのデメリットってどこにあると思いますか？はい、まずお金が高いなというところですこれを踏まえてお金が高いんじゃないかなって、まあ、もうちょっと安くできるんじゃないかなっていう。で、まあ、例えば僕はそのひばり幼稚園を平塚市唯一の私立幼稚園として、うん、一律幼稚園としてひばり幼稚園が、まあ、なくなってしまうということで、まあ、それを残した方がいいんじゃないかって話をしているわけなんですけど、なんでかっていうと、まあ、唯一の保育園でインクルーシブ教育を幼稚園でインクルーシブ教育をしているから。でそれが大体なくなると、いや2000万ぐらい節約になる。2700万ぐらい節約になる、はい、まあ、単純にこの運営費が3000万ぐらいなんで、これとこれがないと、まあ、そっちが残ったりすると、社会的な選ばれる町としてそういう幼稚園があった方がいいんじゃないかと考える。いや、趣味一貫してますね、新さんはね。だから子供のために、子供が育つために税金を使う方がいいと思っておられるから、はい、だって10分の3しかこれ子供遊べないわけですからね。そうそう、それよりは幼稚園1個あった方がいいんじゃないかという。で幼稚園の話はちょっともうちょっと詳しく知りたい方はコメント欄に記事読んでください。はい、とてもいいインクルーシブ具合ですよね、うん、誰が障害があるかわからないような幼稚園です、うん、作ることのデメリット、あと騒音ですよ。普通にね、コンビニ24時間できるコンビニが海の近くできますので、結構バイクのうるさい方がたまり場とかになっちゃうと、単純に近隣の人にとってはうるさいんじゃないかと、騒音の問題あるんじゃないかなと思って、市役所にいつもそれも質問してみたんですけど、コンビニに人がいるからその人が注意するから大丈夫だという、店員さんが注意するから大丈夫、はい、注意というか、まあ、適宜警察を呼んだりするから大丈夫だという話だったんですけど、言ってましたね。コンビニの店員さん大変ですよね。負担が大きいですよね、結構、うん、そんなことまで託されてるとは、そうそうですね、まさか知らないですよね、はい、ぜひあの応募する方はこの動画見てるといいと思いますけども、ね、まあ、時給が、ね、1500円くらいあればいいですけどね。あ、そう、税制が1100円で通報業務がもしいっぱいになってたら大変ですよね。大変ですよ、ですよね、バイクがいっぱいになってたんですよね。そうですね、時給1500円くらい欲しいところですよね1500円だって大変です、まあ、大変ですけども、それを通報する、まあ、どれくらい来るかわかんないですけどもね。ただ追い払うのは、追い払うのは、でもね、無理だよ。今、シンさんが海のそばのコンビニって言っていて、そうなんですよ。特にうるさいバイクが来る問題は、134号線っていうその国道、海がずっと眺められる国道の近隣の方からの大きな問題は、やっぱ暴走族問題なんですよね。夜中も、まあ、昼間も暴走族が国道134号線は多いから、それもたまり場になるってことは、もうちょっと勘弁してくれっていうのは、うん、江ノ島とかでさ、めっちゃ松本なんですからね、いつもね。江ノ島の中に拠点としてみんな目指すわけじゃないですか。 あそこを一つのスポットとして。そうですね、ここもたまらないとは言えないですよね。言えないと思います。そうですよね。私、あとね、渋滞すると思います。まあそうですね、そうですね、はい、デメリットとしてここは、はい、ここがね、入り口が、そう、一箇所は作るんですよ。入り口のこっち側がこうやって来ますから、ここで、まあ、こうやって入ってるんですけど、こうやってこういうことですよね。そうですよ。ここで詰まっちゃうと、こっちに車が並んじゃいますよね。レーン作らないんですよ、左折レーンは。作らない。右折レーンは作るんです。ここ右折レーンは作るけど、はい、左折レーンは作らないから、はい、ここがもし大人気になっちゃうと、はい、単純に134号線の渋滞ができると。そう思いますね。上り車線、右折レーンの方だって、はい、右折レーンが短かったらできる。そんなに長くないですから、はいはいはい、渋滞になっちゃうと思う。湘南バイパスは夕方ずっと混んでるわけで、いつも土日特にすごいです。いや、すごいですよね、あれ。いつも僕大急で降りればよかったって思います。後悔しますもんね、詰まるたびに。それがもう余計伸びちゃう可能性があるという、はい、それは大きなデメリットですよね。そう、なんだっていうことで見たら、はい、奥に新しい公園ができてたと。公園というかね、っていうものができると。そうで、なんだなんだって思うでしょうね。
そうですね。じゃあ駐車場はね、すごいデメリットだと思います。なんでかというと、134号線って昔すっごい渋滞、今よりひどかったんですよ。でそれを車線を増やしたりして、なんとか今収まりてる状態で、今新さんが体験してるあの状態なんですよ。昔もっとめちゃくちゃひどかったんです。良くなったのに、せっかく良くしたのに、また混むのかっていうのは、すごい気持ちや負担です。っていうのがデメリットです。私的なデメリットを言っていいですか、はい、私的って私が感じるデメリットです。それは2つあります。1つは海岸の樹林帯を削って駐車場とかこの施設を作りますので、うん、その海岸の樹林帯は相模湾の強い風を防ぐ防波堤になってた。でそれをほとんど伐採して駐車場とこの商業施設を含む公園を作りますので、うん、それはやっぱりとても大きなデメリットだと思います。普通ね、砂浜に木って育たないんですよ。でそれなんで育ってるか、なんで育ちにくいかっていうと、砂が風で揺れるから根っこが生えないんですよ。でもの134号線と浜の間に森ができてるのは、これは神奈川県がその土地にあった苗木を育てて、松と広葉樹をちゃんと考えて植えてて、40年ぐらいかけて育ててきてるので、その部分をこうした開発にするっていうのはもったいないってことですね。もったいないと思ってます。前も言ってましたかね、ゲッツさん、プール部分だけやればいい、プールの部分だけ開発してくれると一番良かった、一番良かったと思ってます。この緑の防波堤があることによって、ウミガメも平塚海岸は産卵に来るんです。それもこんなに開発をしてしまったら産卵来なくなるだろうと思って、うん、それ もうめちゃもったいないと思ってます、うんうん、まあ例えば給食費がいくらでしょう、年間の給食費無償とかも作るお金でできるかなって思うんですよね。年間給食費無償にしたら平塚でね、はい、4億円ぐらいかかるって年間で、まあ、平塚市が出すのは8億、8億ぐらい、8億と、まあ、20年間で6億、はい、だから14億ぐらい、14億だと3年半ぐらいできる。そうですね。そうした方が僕は選ばれる街になるんじゃないかなと。選ばれる街、子供にとってね、はい、子供というか少子高齢化に向けて、はい、で厚木市とかも無料になってるわけですよね。そうですね、完全給食、隣の街ですけど ね。そうですね、隣で無償化になってるとどんどん厚木市に流れちゃいますから、どんどん流れちゃいますよね、はい、厚木市駅前めっちゃ頑張ってますし、そうですね、再開発、そうですね、はい、藤沢とかにね先に給食費やられたらやばいですよね。やばいですね。それこそっていうので僕は順番が違うんじゃないかっていうのを選挙の前から言ってたということですね。はい、そうですね、うん、別に子供で後やった後だったら別にこういうの作ってもいいと思うんですよ。僕は賛成してもいいと思うんですよっていうことです。はい、はい、すごいよくわかります。すっきり問題がすっきりしてきました。ではじゃあデメリット終了でいい、現状7番現状なんですかね、結構喋っちゃうんですね。うん、現状はね、今どうなってるか見に行ってきましたよ。あ、そうです、そうですね、はい、工事車両がいっぱい入ってます。はい、でもう今にも動き出しそう、動くっていうのは木が伐採されそうという感じです、うん、でも進められていくんだということですね。でそういう状況にあって住民の方たちもとても不安に思っていると思います。で自治会の方たちもこんなに工事車両がいっぱい入るのにどんな風になるんだろうかっていう不安もあります、うん、説明をちゃんとしてほしいっていう声を聞きます。で私自身は仲間たちと一緒にこのお金こんな風に税金を使うっていうのは本当にいいのっていう観点から住民の監査請求っていうのをやりたいなと思ってます、うん、なるほど。そこはまた井口チャンネルで続報を見ていただけたらなと思います。はい、はい、という感じですかね。はい、はい、ということで以上平塚海岸の開発についてお話しました。結構長くなっちゃったというか、まあ、かなり複雑なんで あまりできるだけ難しい言葉は使わずに説明したつもりであるんですけども、はい、分かんない部分があればコメントぜひお待ちしております。よろしくお願いします。あとは賛成だったり反対だったりコメントいただけたらなと思いますね。こんな感じですかね。でいつ完成するんですかね。そうですね、はい、来年の秋です。来年の秋ですね、はい、はい、結構すぐですね。すぐです、早いですね。オープンしたら間違いなく僕行くと思うんで、またそれは動画に撮ってバーベキューレストランとかね、美味しいのかマルシェ何が売ってるのか、コンビニはどんな風か、そうですね、駐車場はいくらなのかとか、そうですね、はい、
どのぐらい駐車場を利用するのかとかね、はい、そばに道の駅、茅ヶ崎にできたりしますからね。そうですね、道の駅の茅ヶ崎にできる道の駅の方がここより早くできるわけなので、はい、しかも道の駅の方は茅ヶ崎の方は駐車場無料ですから、ここ車でほんと 7,8 分ですからね。茅ヶ崎7,8 分かかんないじゃないですか。かかんないかな、3,4 分ぐらいじゃないですか多分。夜とかだったらもっと早いと思うんですね。あ、そうか。というようなことも、出来上がったらちゃんと事実を取材していかなくちゃいけないですね。紹介しようかと思いますので、もう渋滞とか起こんなきゃいいですね、やっぱりね。本当そうなんですよ。本当にそうですよね、あとは毎日8万円かかってますんで、整備、運営費、ね、ぜひできたら皆さん遊びに来てください。あとは津波来たら屋上に、逃げ遅れてしまったら屋上に逃げてください。3メートル下に津波来ちゃうけど、ということでございました。はい、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、平塚一馬慎でした。ありがとうございました。ありがとうございました。